4月に知床で観光船カズバンが沈没した事故で、8月18日に知床岬に近い文吉湾付近で海上保安庁が発見した複数の骨が、大阪市の当時46歳の男性のものと確認されました。同系が DNA 鑑定を行った結果、男性と一致したということです。これで沈没事故で死亡が確認されたのは20人となり、6人が行方不明となっています。